第26回 ITTF アジア卓球選手権大会9月3から10日韓国ピョンチャンが行われ大会前半の団体戦で日本チームは男女共に中国に敗れ女子が3位男子がベスト8に終わったライブ配信第26回 ITTF アジア卓球選手権大会9月3日日曜日から10日日曜日開催結果速報 トーナメント表エース、張本智和もライバルの大祖金を相手に乾杯だった。2007年から8大会連続で獲得してきた団体のメダルを逃した日本男子は、その後順位決定に回り、カザフスタン、イランを下して5位で終えた。